西伊豆で圧倒的な人気を誇るハンバーグ、今宵はジビエを堪能しよう。この番組は中部電力の提供でお送りします。ナマコカフェの街並みが美しい松崎町、いつもながら思うんですが、この街は洋食系のクオリティが高い。ホリラボはそんな一軒の一つ。地元野菜や食材をふんだんに取り入れる地産地消のレストランです。オーダーしたのはハンバーグといっても、よくあるそれとは一線を画す。そのわけは、伊豆産の鹿イノシシを使ったジビエのハンバーグになります。ホリージビエ 200g ハンバーグ。ジビエ特有のガツンとした野性味、コクのある肉質にただただ驚愕です。マスタードソースも完成度高し、オンザライスに走ってしまうのはもはや佐賀と言うべきか。前菜にスープ、ライスがついてコスパも抜群。行きつけリストがまた一つ増えました。